はじめは、今週話題になった記事トップ3のコーナーです。ニュースイッチでよく読まれた記事3本を要約して紹介します。3位は、次世代の環境技術のニュースです。次世代太陽電池ペロブスカイト JR 西日本が世界初の導入計画。JR 西日本は、2023年春に大阪市中心部の地下駅として開業予定の梅北大阪地下駅に、 フィルム型ペロブスカイト太陽電池を25年春ごろ導入すると発表しました。一般共用施設での導入計画は世界初といいます。積水化学が開発中で25年の実用化を目指している電池を地上部に設置します。規模や発電量は未定です。2位は半導体の性能向上に関わる話題です。最良の半導体材か シリコンを上回る特性、立方消費化放送で確認。アメリカのマサチューセッツ工科大学などの研究チームは半導体材料として立方消費化放送がシリコンを上回る特性を持つことを実験で確認しました電子だけでなくホールの移動度も同様に高く熱伝導性に優れることからこれまでで最良の半導体材料ではないかとしています シリコンは現在主流の半導体材料ですが、電子に比べ、プラスの電荷のように振る舞うホールの移動度が小さく、熱伝導性もそれほど高くありません。それに対して、立方消費化放素の熱伝導性は、半導体材料のトップに位置づけられるほど高く、材料全般でもダイヤモンド、同位体を豊富に含む立方消費化放素に次ぐレベルだといいます。 1>, 1位はオフィスに関する新たな取り組みのニュースです社食でビルに競争力三菱地所が得た交換職三菱地所が運営する入居企業向けの社員食堂がオフィスビルの付加価値向上に一役か,かっています2021年6月に開業した時和橋タワーに初めて導入しましたコロナ禍で変化した働き方を背景に オフィスへの出社や社員同士の交流を促す仕掛けとして足元も高い利用率を誇っています時バスタワーにはテナントとして入居している飲食店もあります一方、社員食堂は三菱地所から委託を受けた業者が運営しています社員食堂は飲食店の入居に比べフロア単体の賃料収入は下がるものの 三菱市署はビルの競争力を確実に引き上げる効果があったとの感触を示しています三菱市署は27年度の竣工を目指すトーチタワーにも車植の導入を計画していますここからはランキング外だけど気になる記事のコーナーです毎週の放送で3本配信している今週話題になった記事はニュースイッチの記事 PV ランキングをもとに作成しています それ以外に、惜しくもランク外となっているけれど、編集部が気になった記事を選び、ご紹介します。味覚協会へ食事 VR が生まれる。東大が電気刺激で唾液分泌1.5倍に成功。東京大学は、経費電気刺激で唾液分泌量を1.5倍に増やすことに成功した。耳の前と顎に電極を配置して複数の唾液腺を刺激する。 電気刺激は VR に利用され味を強めることができる。唾液と味を効果的に変調させると食べる量は少なくても食事の満足度を向上させるといった利用が開ける。顔に2枚のゲル電極を貼って電気を流す。人体の頭部モデルを利用して電流の流れ方をシミュレーションして電極の配置を求めた。耳前から顎へと電圧をかけて唾液を分泌する。 自家線と学花線、舌花線神経を刺激する14人で実験すると60秒の刺激で唾液分泌量が1.5倍になった分泌量が増えた原因は唾液腺への刺激のほか電気味を感じて唾液が出た可能性もある食事 VR では食材を大きく見せたり風味を変えたりすることで摂取量や塩分を控えて満足度を向上させる研究が進む 唾液は分泌量を適切に調整すると味を強める効果がある。食材の咀嚼感や演技感の最適化につながる。また、生唾を飲み込む行為が VR 体験での浄動を喚起する可能性がある。ということです。病気などで食事が思うようにできない人にとっては、新たなソリューションになりそうな技術だなと思いました。 とまた唾液の分泌量を増やすだけでなく、この味を強めることができるというところにも結構驚きました。えっとさらに食べる量は少なくても、満足感を向上させることができるということなので、ダイエットに繋がる可能性もあるのかなと期待が持てそうです。ニュースイッチでは毎週100本近い記事を配信していますので、こんな記事もあるんだなと少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。